夢もあるんですね。とてもリアルな気がします。でもそれならどうして夢で実現しないといけないんです？どうしてかしらね。この広々としている感じ、今回の夢の主は無欲な人のようね。ここで考えてても仕方ないし、夢の主に状況を聞いてみましょう。こんにちは。おや、お嬢ちゃんたちは夢から目覚めるように彼を説得しに来たの？彼って、その、ここが夢だってわかるんですか？そうよ。でも残念ながら二人の力にはなれないでしょうね。ここは私の夢ではないし、私も彼が想像した家族でしかないから。ほら、人は年を取ると若者よりも寂しがり屋になってしまうでしょ。じゃあどうすればこの夢を終わらせられるかわかるかしら？それは手間がかかるだろうね。何しろこの夢がなければ彼はこの世を去っていくかもしれないから。ここに来るまで彼は何年も寝たきりの生活をしていた。この秋までは持たないと医者にも言われたの。彼と共にこの夢を見てるのは同じ境遇の人たちばかり。だからお嬢ちゃんたちに聞きたいの。希望を持てる者は夢から出ることによってその勇敢さへの祝福を得られる。でも未来のない人たちは一体何を得られるの？あの人はさっきのおばあちゃんが話してた人みたいですね。
やってみましょう。何しろこの夢は数人の選択だけじゃなく数千万人に共通してる運命にも関わってるから。こんにちは若者たち。こんにちはおじいちゃん。こんにちは。私たちは人が訪れるのは久しぶりじゃ。さあここにお座り。大したものはないが子供をもてなすお菓子くらいならたくさんあるぞ。ありがとう。でもいいの、私たちはただ遠慮するな。これも何かの縁じゃろう。せっかくここまで来てくれたんじゃ。わしがもてなそう。本当に大丈夫です。そんなに長くはいませんから。そこまでする必要は。ここがわしの夢じゃからか。ええ、ここが、え？若者よ、あまりじいさんを甘く見るでない。邪魔のない海辺で朝から晩まで最愛の人と一緒に波の音を聞くなぞ。わしにとっては贅沢すぎる夢じゃ。年を取って初めて気づいたんじゃが、わしの本当に欲しいものはそういう平凡で静かで普通な日々じゃ。若い頃は多くの過ちを犯し時間を無駄にしていた。年老いて機械で命を維持するようになってようやく平凡な日々の大切さに気づいた。わしは手にしてきたものと引き換えにこの偽物の夢に居続けたいと思っとる。それでもお嬢ちゃんたちはわしに起きろと言うのかい？私たちは人はケーキを2個食べていいって約束したでしょ。え、こっちに向かってるあの二人は。ロザリオ、リリア。私たちは目覚めた時にクジラのお腹の中にいたって気づいたの。ロザリア、ロザリア。待ってリリア、まずはこの話を最後まで聞いてちょうだい。バカ、相手をちゃんと見て。セール、それにテレサちゃん、やっと迎えに来てくれたの。ロザリア、リリア、どうして二人はここに？さて、待ち人が来たみたいじゃな。ケーキを食べてお祝いしようか。
の老人は。冗談はこれくらいにしておこう。元気な若者を見るとついからかってその決意を試したくなるんじゃ。どうか許しておくれ。この子たちを迎えに来たんじゃろ。はい、その通りです。どうやらわしもそろそろ夢から目覚める時が来たようじゃな。え、でも知ってるのよね。夢から覚めるとおじいちゃんは。ああ、病室のベッドの上に戻り、しばらくしてからこの世を去るじゃろう。もしわしが夢から目覚めようとしなかったら何が起こるんじゃ？それは。わしはな、80年以上生きてきた。この世の新三感苦の多くを味わってきたんじゃ。じゃが彼女たちは違う。若くて元気があって希望に満ちておる。そんな若者を何も変わらない夢に閉じ込めるなどあまりにも残酷じゃろ。古い命はこの世界から退場すべきじゃ。新たな命に舞台を残すためにも。いいえ、おじいちゃん、この夢を諦めてなんて言わないわ。ほう？私、こういう夢自体は間違ってないと思うの。間違ってるのは人生の終点まで歩いていないのに未来を諦める人たちよ。私はあなたを信じてるわ。きっとこの二人の世話をしてくれたように他の若者たちの面倒をちゃんと見られるはず。そして今のように夢の外には彼らを待ってる生活があるって教えてあげて。そろそろ現実と向き合って人生を終わらせようと思ったんじゃが、まさかまだわしらの助けを必要とする若者がおるとはの。いいじゃろう。若者たちに年寄りの根性を見せようではないか。わしらの人生を無駄に過ごしてはおらんぞ。
たちが夢を出るんだよ。うん、二人を安全な場所に案内するね。じゃあテレサちゃんは？私とゼーレにはまだ仕事が残ってるの。この夢は解体され始めたばかりで、より多くの人たちに加わってもらうにはまだまだ努力が必要なの。じゃあ私たちも一緒にやるわ。今回は私もロザリアの意見に同意するよ。座って話しませんか？この時代の人と交流する機会はあなたにとってそう多くないでしょう。ある戦友は僕にこう話した。僕たちは原始人だ。洞窟の入り口に背を向け、手足を縛られ地べたに座って、後ろから照らしてくれる炎を頼りに目の前の石壁を見ることしかできない。たまに炎の光によって石壁に何かの影が見える。その影たちが僕たちの目に映る世界の全てであると。影が僕たちの全てなんだ。それはあなたの足元にある特殊な影のことですか？いや、これはキマイラによる現象だ。
人は夢の中で自由になれるが、崩壊獣は夢の中でのみ考えることができる。キマイラはあらゆる崩壊獣の夢を集め、人類の夢の中でその影たちを生み出した。もしその話が単なる比喩でしたら、問題はよりシンプルになります。何が言いたい？プカさんはすでにその洞窟を出ています。だからあなたにだってできるはずです。そうかもしれない。成婚計画がなければ、君たちの世界に溶け込むには決意が必要だが、難しくはない。本当に難しいのは、それをした後に全てをどう捨てるかだ。オットーのようになりたくないんですね。そんな必要はない。もちろん君たちにとって僕の傲慢は彼のものにも負けないだろうが、何しろ最初から僕は棺桶を作る役割を担っていた。世界が滅亡していく日々の中、毎日たくさんの人が死んでいく。そして分かりやすいことに、条件さえ満たせば人々はありったけの知恵を絞り、さまざまな棺桶、墓地を作り、それは人類の未来に何のメリットもないが、文明のためにしなければならないことだ。成婚計画と何の違いもない。そう思わないか？そうかもしれません。ですがポジティブな視点で言えば、戦場に出る戦士たちは手紙を用意します。宿舎、輸送機、あるいは列車や船の中で、みんな未来に対する希望や託したいことを書くのです。結果がどうであろうと、私たちが信念を持って行った行為は決して意味のないことではありません。私たちは美しいもの、美しくなろうとしているもの、大事なものを守ります。ちっぽけで徒労に見えるかもしれません。しかしそれはまだ種だからです。美しさを育む種はいつか一面の花を咲かせますから。何があってもケビン、あなたは最初からその中の一人です。それは僕の自信を超えているな。少なくとももうすぐ訪れるあの戦いで、僕たちは全力で相手を殺さなければならない。それは変えられない事実で、崩壊に勝つための唯一の方法だ。分かってます。何しろ あなたの親友であるスー、彼はすでにその事実を受け入れていましたから。そう言われてみれば、確かに僕も彼も言葉にしたことはありませんが、彼にとってあの時代で最も勇敢で最も強い人はあなたなのだと私は思います。あなたは私たちの前に立ち、全てが無価値であるかのように振る舞ってきましたが、それは
あなたの後ろに誰もが生還できない本物の深淵があるからです。聞くことも賭けをすることもできないあなたは、それでも最後の可変要素を彼に。そして私たちに託したんですよね。そんな風に僕を肯定しなくてもいい。僕は君の敵だ。それ以外の何者でもない。分かっています。だから正々堂々とあなたを殺す。もっと正確に言えば、あなたの象徴であるその概念を殺す機会があれば、私と仲間たちは決して迷ったりしません。それでいい。ヘクトールは王国が陥落することを知っていて、アキレウスも自分が死に向かっていることを理解した。しかし二人は後ろを振り返ることなく戦場に向かった。私たちの神話を用い、あなたはそういった偶話を残しました。まさか最初からこの決戦を予想していたんですか？いや、そうなってほしいと望んでいただけだ。私たちはキアナを、あらゆる人類の律者を信じています。もちろん別の角度で言えば、あなたのことも信じています。面白い。別れの時間だ。最後のカスラナによろしく伝えておいてくれ。ええ、そうします。さようなら、最初のカスラナ。